こんばんばは、川崎亮太です今日はぎっくり腰の作り方というテーマでお話をしていこうと思いますぎっくり腰は急性腰椎捻挫とも言われ腰の関節が捻挫つまりねじれてしまうことを指します定期的に繰り返す方も多く痛みは強烈なものなのでその後腰を動かすことは怖くなり悪い動きを体にしみつかせてしまう大きな要因になってしまいます絶対にぎっくり腰は避けたいそんな風に思われていると思います 今日はこれまでぎっくり腰の方を何百人も治療してきた私が見つけた一つの共通点をお伝えしてぎっくり腰になりそうな時どう考えて対処していけばいいのかお伝えしていきます結論からお伝えするとぎっくり腰になる方の共通点はふくらはぎのの筋肉のアンンバランス差です。どちらかのふくらはぎの筋肉がものすごく硬くなっていることが多いですふくらはぎははぎ筋肉は 第二の心臓と言われるくらい血流循環に関わっていて心臓に血液を戻す働きをしてくれていますそこが硬くなってしまうと腰の筋肉も硬くなり強い筋肉の緊張は腰の関節を引っ張って捻挫つまりぎっくり腰を引き起こしてしまいますぎっくり腰を経験した方の多くがこれやばいぎっくり腰になりそうという感覚を 感じておられるかなと思いますがその感覚に至った時はふくらはぎをマッサージしてあげることこれだけでぎっくり腰を事前に予防することができますもちろん本当の原因であるなぜふくらはぎが硬くなるのかという問題を解決しないことには根本的な解決には至りませんが本当に危ないと感じた時には腰ではなくふくらはぎのマッサージをぜひご自身でしてみてください 痛すぎないように気持ちいいぐらいで青たにならないように気をつけていただければと思います今日は「ぎっくり腰の作り方」というテーマでお話しさせていただきました明日はぎっくり腰の注意点そこも触れていきますので是非お楽しみにしていてください本日のお話は以上です